エピソード4、ゆらめき。さあ、ってことで、Life is Strange, True Colors 続き、やっていきます、エピソード。おマイク、あのい。日に起きたことが分かった。エピソード4から。兄さんの電話とか、証拠が全部入った USB があるの。そうそうそう。前ええ、回ね、分かった。エピソード3の最後で、事件レイのブンス全リン貌グがだ。ね、だそんれだがん明らかに、春祭りが始なっまってたきたね。と。経緯がね。二人だけど、公園で配布中のバラはもうもらった？このお祭りには面白い歴史があって、昔は結婚適齢期の女性が意中の男性にバラを渡ガーしての告白する場になってたんガーだのっあた。れ、字な幕がんて切れいちゃうってるけど。か、変わってるよね。今ではもっとカジュアルになったけど、バラを渡す伝統はまだ残ってる。特別な人にぜひバラを送ってみてね。素敵な日になるか最悪になるかは神のみぞ知るってことで。へえ、面白い話。私も誰かにバラを渡そうかな。青を送ると。まあいいや、行ってから考えよさあ、ってことで、お、ミう。さニて、スカート履いてん USB じはどゃん。こに置いたっけ？ USB。さっきっていうか、前回の終わりここで見てたもんね。USB さん、あれ電話してた時になんかどっかなかったっけ？これか。撮る。よし、じゃあお祭りに向かおう。お祭りに向かいます。服変えてみる？わあ、まあ、そんな変わらんで、これでいいわ。そしたら、オブジェ。ズボン。今夜だけはそこで我慢しててね。バラの押し花。このお祭り、好きな人にバラを渡すのが伝統らしいから。シャーロットは誰に渡すんだい？花をもらうなんて生まれて初めてだよ。ゲイブ。あら、お花なんてもらっても嬉しくなかった？やっぱりビールを樽ごと渡した方が良ビかっールたか樽ごしと。ら。うるさい。窓。お祭りかなり盛り上がってるみたお。い。なんかちょっと緊張してきたな。祭りに行きますかね、祭壇。兄さん、行ってくるね。お酒。お酒に慣れてなかった頃は、友達と飲んでもすぐ眠くなったりしてたな。チェストなんかあるか？さあ、クリスマス用の電飾。クリスマス用かな。綺麗だけど、12月までここで。ロボッ居心ト。地が良さそうで羨ましい。これ飾1個つり。けておけば。よオッケー。し、じゃあお祭りに向かおう。祭り向かいますかねー。ギターは？最近また弾くようになってああ。思ったけど、やっぱギターを弾くのって楽しいんだよな。そして、銀また牛い獅子つのか帽バル子。トになれるかな。いやー、普通にさ、ラープが面白かったね。でもね、前回。あんなに長い間やるとは思わんかったし、その実在の、ね、実在というか現実世界を使って、ああいうファンタジーなね、感じの、ものを出せるなんてね。なかなか準備も大変だったろうけマイど。クテスト、チェック、チェック、チェック。ちょっとスカート履いてるってマジ？ん？おーい。お疲れ。ヘイブンの春祭りにようこそ。どうも。ねえ、さっきは本当にごめんね。つい取り乱しちゃった。その抑えきれなくて。兄さんの声聞いたから、シャーロットの、とのことがあったから。兄さんの声聞いたら、悲しみとか怒りとか感情が溢れてきて止められなかった。まあ、しょうがないよ。それはな。もう何度目だろう。またああやって大切な友達を傷つけた。ごめんなさい。いや、違うよ。謝んなきゃいけないのは私の方。あんたは
いつも力になってくれてんのに、私は何もできなかった。ごめん。そばにいてちゃんと話聞くべきだった。ステフはめっちゃええやつやな。ステフは悪くない。いや、ステフは悪くないよ。トロフィーも壊しちゃったし。いいから。うん、こいつはええやつや。ところでさ、タイホンが爆破したのは自分たちの鉱山だったんだろ。なんでだ。わからない。でもあの USB があれば責任を証明できる。パイクに話したら来てくれるって。絶対なくすなよ USB。 警察にデータを渡せばタイフォンは完全に終わりだね。それだといいけど。お祝いだな。これまで頑張った分みんなで楽しもう。だといいんだけどね。バンドも来るよ。すごいのがね。バンド。え、なんか手伝いましょうか。いいね。じゃあ何か手伝おうか。いや、俺の方は大丈夫。トレーラーに戻らなきゃ。一人で無茶はしないでよ。約束はできないな。また後で。したらこの辺りを。ステフとライアンのどっちかしか考えない。うわー、そういうことか。今の話聞いたらステフじゃない。バラのカートを取る。テイクワンサム、あ、誰かに渡せってこと。テイクワンフォーサムワンスペシャル。さあ、バラ持ち。232233234。数をぴったり当てるなんて。2回数えちゃった。あれ、やっぱり諦めた方がいいか。手伝ってあげられないかな。ジェリービーンズの壺。1、2、3。これは？その瓶に入ってるジェリービーンズの数をズバリ当てたら。ああ、そういうことね。どうせ誰も当たらないし、今年の商品のギフトカードは私のものね。約束だわ。お祭りなんだからそんなせこいこと考えるのやめようよ。いや、これ絶対無理でしょ。無理だな。ジェリービーンズの数当てるなんてめんどくさすぎるな。一個ずつ数えるのはな。年齢チェックとかしてないのかな。まあ誰も気にしないか。ジオラマ。いや、すごいジオラマ。この街だな。よくできてる。ほんとだ。で、マスターがいる。よく覚えてるさ。ごめんなさい。ん？よく覚えてるさ。ああ、まるで昨日のことのようにな。昨日のこと。去年の春祭りの夜だったな。あいつはベロベロになるまで酔ってた。ベロベロになるまで酔ってた。バーテンダーとして注意するべきだったかもしれんが、野暮だと思ってやめといた。春祭りは特別だからな。そうだろ？じゃあ、はい。最近は辛いことばかりだったが、今夜はみんなと祭りを楽しめ楽しめる。マスターが春祭りを待ちわびてた。ごめんなさい。じゃあ、よかったな。うるさい、うるさい。ブラックビースト。あれ？バルキリー。あんたまでお祭りに借りられたのね。バルキリーちゃん。展示物の説明。あれ、ちょ。確かに。危険な猛獣だね。危険な猛獣。うわ、なんかいっぱい書いてあるわ。で、お。このお祭り本当に最高。もうずっとお祭りが続いててほしいくらい。ここまでハイテンションだと。楽しみだね。こっちまで楽しくなってくるな。なあ。楽しみっていうか、もう始まってんのか。焚き火座る。一旦ゆっくりしますか。これが町のみんながずっと楽しみにしてたお祭りなのか。はい。じゃあ、しかも酔っ払って、お祭りに来てないみたいだけど。ライリーが来てない。
なるほど。自分が金槌なのも、ブラックランタン。ミスターブラックランタンですね。今年高野菜はどこでやるの？エレノアさん。高野菜っすか？そうよ。あなたたち若い人はそういうの大好きでしょ。高野菜。いや、結構疲れたんで、そろそろ帰ろうかと思って。あらまあ、この町も変わったわね。春祭りの最後なんて、みんな公園で寝るか誰かのベッドで寝るか、どちらかだったのよ。春祭りね。昔は弾けてたんですね。昔？去年の話よ。じゃあ、はい。ライリー、一人きりなんて大丈夫かしら。ライリーが一人きり。ライリーがどうしたの？話すか。こんばんは。あら、アレックス。ライリーは来てないんですか？ライリー来てます。少し話したくて。お祭りの気分じゃないみたいなのよ。本当は今晩町を出る予定だったのに。なんていうかね。あ、なるほど。前に私のこと助けてくれたでしょ。よかったらあの子も元気づけてあげて。元気づけるか。はい、そのやってみます。振り付け大変でした？飾り付けのおかげですごくいい雰囲気ですね。振り付けじゃねえ、飾り付けか。ここまでやるの大変だったんじゃないですか？まあね。テキーラ。そうだ、テキーラのショット行きません？いいわね。飲み方はボディショット？ボディショット。冗談よ。多分ね。それじゃあまた。お疲れちゃん。楽しんで。そしたら祭りの食べ物。何も知らずに全部を味見する方法とか。氷の龍樹。お酒飲むのにこんなもの作らなくてもね。お、ステフだ。うわー、ステフに渡すか。ステフ。いや、渡すか。ステフだな。これあげるよ。マジ？もちろんだよ。そのめっちゃ嬉しい。アレックスからもらえるなんて。よかった。あのさ、ライブの後で会わない？実は超ビッグニュースがあるんだ。ビッグニュース。詳細はまだ内緒だけど。おお。いいよ。もうそろそろライアンの準備が終わるはずだよ。先行ってて。了解です。さあ、ステフにバラを渡しま…お、お、あー、いろいろ来てるね。ダッキー、ステフ、エレノアさん、ライリー。ライアン、準備ができたんだ。もう戻ろう。リンゴのゲーム。口でリンゴを取るゲーム？私は絶対やらない。口でリンゴを取る。ライアンさんは、あ、いるわ。よ。ああ、よく来たね。それで、バンドは？ここにいるよ。ステフなの？やばいね。バンドがステフ。他の人は？ねえ。
自分が出るの。まさか。後でぶっ飛ばす。まさかビビってるんじゃないよな。ビビってませんけど、何か。別に全然ビビってませんけど。いいぞ。じゃあ、あとは思い切って演奏するだけだな。盛り上がるよ、絶対。ギターでしょ？これ練習なしのぶっつけなんで。ミスってもスルーしてね。いけんの？よし。うわあ、ここの音楽が、著作権が、きっちりカットされてるんで、はい。多分くっつけてます。BGM を。これどんな曲なんだろう。完全に著作権とこ切られてるもんな。まあしょうがないけど。いい感じじゃない？よかったんじゃないですか？おい、シャーロット。シャーロット、この湖って深いのかしら。どうしたの？今日はね、ずっとどん底だったの。怒りで胸がいっぱいになって。だけど今は感情が麻痺しちゃって、なんか全部他人事みたい。自分を外から見てるような。こんなこと今までなかったんだけど、でもこれっていいことなのよね。今はそれでいい。今はそれでいいんじゃないかな。あまり考えすぎないで、その方が楽でしょ。分かってるわ。でもありがとう。そうね、しばらくこのまま身を任せてみる。話せてよかった。また今度ね。シャーロットがだいぶ落ちてんな。お、屋上。
ステフが屋上で私を待ってる。了解です。屋上って、あ、ここのね。さあ、屋上。ああ、ライブの後話せないって言ってたもんな。ビッグニュースって何？そう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 。実はね、もうすぐこの街を出るつもりなの。この街を出る？ほう。昔みたいにさ、もう待ちきれないよ。え、本当なの？どこでも自分の好きなとこに行って、音楽やれるんだよ。まさかあの感覚をまた味わえるだなんて。応援はしたいけど。いなくなるってことだよね。応援はしたいけど、でも。いなくなっちゃうか。ほら、待って。泣くのは後。力貸して。力？幸運の女神様に行き先を決めてもらいたいんだ。私が決めてもいいことないと思うけど。いいから。ほら。ベルリン、セーラム、海。ベルリン。ベルリンか、やっぱな。デビッド・ボーイがあのヒーローズを録音したところだしね。部屋はどうする？部屋？でっかいロフト。でっかいロフトがついてて、コンクリートの床とレンガの壁があるとか。部屋の非常階段で強い酒をラッパ飲みしながら革の手帳を使って作曲する。ああ、そこさ、将来聖地になるんじゃない？伝説のアーティストステフの家って。で、観光地か。本当に出てくんか？なかなかいい感じのプランなんじゃない？なら一緒に行こう。ベルリンに？そう、行こうよ。最初は他のとこでもいいし。どう？シアトルには友達もいるし、まずそこから始めて、それからカンザスでもベガスでもどこでも行けるよ。シアトルの友達ってクロエか？違うか、マックスか。アレックス。うん？無理強いはしないよ。でも人のために頑張るだけじゃなくて、自分の夢を追いたくないの。アレックスもさ、自分のために生きようよ。私、あんたのこと愛してる。そのマジで。これからもずっと一緒にいてほしい。ステフ？ああ、なるほど。そういうことか。ステフと共に。キスしてよ、アレックス。お願いだから。それがなんで負の感情になってんだ？すごいな。
こんな引きのカメラ。おお。今すぐ決める必要なんてないからさ、ね。どうしたいのか考えてみて。わかった。ありがとう。会場に戻るよ。後でね。うん。ステフとベルリンか。でもその前にね、タイフォンをね、潰さないといけないから。あ、ねえ兄さん、待たせちゃってごめんね。ようやく分かったんだ、あの日何があったのか、誰のせいであんなことになったのか。でもこれからどうなるのかを考えるとちょっと怖い。タイフォンのことを解決した後も生きていかなきゃいけないんだから。そうだな。また兄さんのいない日常を。そういうことやね。本当は兄さんから人生のやり直し方を学ぼうと思ってたんだけど、一人で頑張ってみるよ。見守っててね。じゃあ戻りますか、会場に。あ、パイク。よう。USB は？ほらこれ。タイフォンが兄さんの電話を無視した証拠が入ってる。こいつはいいやつだって信じてるぞ。悪いが、署まで来てくれ。え？なあ、お願いだ。話を聞かなあかんの？ああ、署まで連行されちまった。悪かったな、春祭りの真っ最中に。いえ別に。茶は？いらん。いや平気です。ならよかった。実は切らしててな。切らしてるんかい。でどういうこと？単刀直入に言おう。ダイアンは君を訴えるつもりだ、窃盗の罪でな。窃盗？窃盗の罪って？窃盗、ああ、そういうことか。そっちね。中のデータは見ました？いいや、すまん。どうして？嘘でしょ。どうして？見れない。令状が必要だし、それに捜査が。いや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 、打ち切られた。そういう、上からの指示でな。なんとかしようとはしたんだが、証拠がなくて手が打てなかった。すまない。
証拠は USB の中に。上って誰？上って誰のことなんですかね。えさあ、この組織はデカすぎる。俺にはわからん。でもあの日起きたことはただの偶然じゃない。中のデータを見れば必ず分かってもらえるはずです。うん、ま、分かった。仮にそうだとしよう。問題なのはこいつを盗んだってとこだ。証拠にできない。確かに盗みましたけども。わかりました、確かに盗みましたし、それは謝ります。だけど謝罪するだけじゃ済まないんだよ。まだ状況が分かってないみたいだな。そんなことないです。この件で訴えられたら君はまず負ける。それはつまり最悪10年の実刑を食らうってことだぞ。10年も？訴えたいなら訴えりゃいいんだよ。どうでもいい。訴えたいなら訴えればいいんじゃない？落ち着けよ。まあ、彼女は確かに君のしたことに腹を立てちゃいるが、許してもいいそうだ。何も見なかったことにすれば、水に流すってよ。何も見なかったことに、やましいことがある証拠です。それはやましいことがあるって言っているようなものでしょう。こんなのふざけてる。そうだ。まあどっちにしてもこれは証拠として認められない。諦めろ。嫌です。サインなんかしない。なあ、いや、あの鉱山には秘密が眠ってるの。あの日の夜に爆破を無理やり実行したのは、その秘密がバレたら困るから。そんなの許していいの？それはどういうことだ？全貌はまだわからないけど、同じ時間に古い行動で爆破を実行したみたい。理由はおそらく査察で見つかったらまずいものを埋めて隠すため。ねえ、お願い、中のデータを見て。そうだよ、だからそれを 言うから教えるからね。動いてくれよ。無理だと言ったろ。な、頼むからこいつにサインしてくれないか。いや、これは君のためでもあるんだぞ。絶対や。もういい加減大人になってくれ。何に怯えてるの？見てみろ。iPhone の書類だよね。何が書いてあるの？気持ちはわかるが、さすがに相手が悪すぎる。相手が悪すぎる？どういうこと？兄ガブリエル・チェンがタイフォン社の実写葉っぱに起因する事故により死亡。兄の死後から今日に至るまでタイフォン社への、この人物はタイフォン社の秘密でたという収集ことが、はあ、Wi-Fi による監視画面により逮捕者の歴史と訴訟記録を調べていたことが判明。向こうもその気ってことか。うん、ヘイブン周辺の地理に詳しく、住民とのつながりも強い。ライアンか。
あ、ステフだ。この三人のこと調べられてるってことか。これ脅し。だから言っただろ。相手はタイフォンだぞ。世界的な大企業だ。うなるほど金があるし、弁護士軍団や政治家もついてる。なのに俺たちに何ができる？お手上げっつうやつだよ。わかるだろ。真実を知りたい。私はただ真実を知りたくて。あのな、真実はタイフォンにとって邪魔なものなんだよ。そんな、俺だってあんな奴らの好きにさせたくないが、歯向かったってひねりつぶされちまう。しかも少しの容赦もなくだ。なんなら俺を恨んでくれ。君を失うよりはマシだ。この恐怖を取り除けば一緒に立ち向かってくれるかな。あ、逆にね。でも追及を続ければステフとライアンにも危険が及ぶかも。なるほど。タイフォンに思い知らせてやりたいけど、そのためにあの二人を巻き込んでもいいのかな。いや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 、契約中にサインするわけないでしょ。恐怖取り除くよ。お断りだ。分かってない。このまま引き下がらなければステフたちだってどうなるか。そもそもタイフォンとやり合おうなんて無理なんだ。今までも奴らは全て思い通りにしてきた。きっと今回も。タイフォンは取り除いたか。強くて大きくて勝てないって思うのもわかる。私だって怖い。でも勝ち目はある。戦おう。力を貸してほしい。負けたりしないから。兄さんのために。兄さんのためにお願いだからね。くそ、少し時間をくれ。もちろん。もう帰れ。いいの？なあ、死ぬなよ。いやー、これでもどんな恐怖が待ってるかだよね。死ぬなよって言われたもんな。ジェド。写真まで撮られてた。あいつらいつから私を監視してたの？いやー、でもこの辺からほんと分からなくなってくるな。どっちに転ぶか。これからどうすればいいんだろう。
マスターなら相談に乗ってくれるかも。まあじゃあマスターに話聞いてみるか。まずは着替えよ。着替えますかね。はい。マスターと話しに行こうかな。話しに行きますか。なんかないか。さすがにこの辺は一緒か。うん。少し落ち着いたな。マスターと話しに行こう。じゃあ出ます。監視が入ってたってことだよな。やだな。ああ、来たか。座れ。どうやら思いのほか盛りだくさんの春祭りになったようだな。そうっすね。捕まったの見られてたか。お咎めなしだったようだがな。昼間はライアンたちとダイアンにちょっかい出してたよな。何か目的があったんだろう。三人がかりとはなかなか手が込んでる。お前は昔のゲーブそっくりだな。人を頼らない。でもこの町では皆助け合う。何かあるんだろう。まずはそれを俺に話してくれないか。もう隠すのは無理か。まあさすがに話していいんじゃない。ライアンを監視している違法な爆破の証拠をつかんだ。証拠があるの。あの夜の証拠。ライアンから盗んだの。あの日の夜、他の場所で爆破があったって証拠が入ってる USB を。タイフォンはその爆破で何かを地下に葬り去った。分かったのはそこまで。手詰まりって感じで。でも諦めない。絶対に。答えを知りたいか。答えを知りたいか。答えを知りたいか。知ってるの？あの連中が何を隠してるか。ジェドが。この町にはタイフォンが必要だ。だから闇の部分も見て見ぬふりをしてきた。ほう。あの日埋められた秘密もな。ん？話して。ああ、いいだろう。なぜそこまで知ってる？ついてこい。怪しく見えちゃうけどな、大丈夫か？さあ、着いたぞ。ここが？ああ、そうだな。あっちに行くとイーサンを探しに行った採掘場で、町はこっちの方角だな。この穴は？通気口だ。あちこちにある。この辺の地下には巨大な坑道が広がっている。ジェド、大丈夫か？探してるものはその中だ。なんで悲しんでるの？
やっぱりな。やっぱりな。許してくれ。なんのつもりやんな。なんのつもり。待て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 。脅せば諦めると思ってたよ。だがあの写真を使った脅しも効かないとはな。褒めてやりたいとこだが。いやー、これはやばい。でもどうしてそんな。動くな。全ては12年前の事故のせいだ。あの日俺のせいで、あいつらは。12年前の事故。それを隠すため、タイフォンと手を組んだ。互いの利益が一致したからな。ゲイブのことはすまなかった。許さない。完全に撃たれたよね今。完全に撃たれたよな。え？ちょっと待って、これ次のエピソードいけるの？完全に撃たれたよな。ちょっと待って、落ち着こう。パイクの恐怖を取り除いた。やっぱそうだよね。サインするやつなんて、でも27%いるんだ。いや。ステフには、ステフが 61% か。やっぱそうなるわな。で、焚き火のそばで祭りを楽しんだ 67。ソファに座らなかった 76。ベルリン 24%。はいはいはい。キス62。ライアンと会わなかったになるわな。うん。シャーロット、感情を失ったシャーロットと話した。バス停でライリーと会わなかった。あ、バス停？あ、そうか、ライリー。うわぁ。ダッキーそのままにした。ジェリービーンズを数える男性を手伝わなかった。あれ、はぁ、助けれたんだ。ダイナーの買い手に話しかけなかった。恋持ってる男女の中を取り持たなかった。あー、なんかもういろいろあったのかな、もうちょっと。なるほど。ちょっと、ま、一旦今回はここまでで終わりますけど、次回に行けるかどうかだよね。まあ行けるとは思うけど。完全に撃たれたもんね。はい。また、次回です。はい。お疲れ様でした。さよなら。